安倍平夫は、7世紀中期の日本の将軍。市政は、安倍引田信。官位は大金城。古史国主、古将軍、多在卒を歴任した。最明天皇4年から3年間をかけて、日本海側を北へ航海して、絵像を服属させ、諸説あるが北海道あるいは、フ太の宿進と交戦した。安倍氏は、古くから古史。 北陸道方面の計略で活躍した氏族である。複製が多く見られ、安倍引田信もその一つ。引田信の性格については、平府の活動にも関連して二節ある。一つは、中央豪族である安倍氏の一氏族とするもの、もう一つは、越国の地方豪族とするものである。中央出身説は、当時の国士が中央豪族から派遣されていたことを根拠とする。 ヒラフの父親の名は必ずしもはっきりしないが、隠し系図、鈴木誠年、百科系図公巻後、安倍では安倍氏の相続である安倍目とするものが多い。しかし目は美達町の人物であり、時代が合わず、さらに前日の系図はヒラフの子孫に伝わったものと想定され、ヒラフの系統を安倍氏の相続に位置づけようとした意図が考えられる。ことからヒラフを目のことするのは、 疑問とする。また、安倍氏の所流にあたる安倍清たりとする経図もある。一方、大田良は、古志国主であることを根拠に、古志国造家の一族の可能性を指摘している。なお、古志国造に関して、方が年をは古志国造家の安倍氏出自説に疑問を呈しており、同国づくりは本来は、三輪の氏式屋型主一族の北陸分岐であると見ている。なお、 日本初期でヒラフの活動を記す部分は、当時の安倍氏宗家が提出した遺影によると推定されているが、安倍晋と人名は記されていない。歴史学者の坂本太郎は、初期編参時の安倍宗家が、引き出しを快く思わなかったために、あえて名を隠して、安倍氏の活躍とだけ記した資料を提出したのではないかと推定している。大化5年左大臣、安倍内麻呂が没して、 安倍氏の宗家が耐えたため、ヒラフは冒険出身ながら、安倍氏一族の最有力者として、宇治の神的な地位についたと想定される。最明天皇4年4月から最明天皇6年5月にかけて、腰国主であったヒラフが、江戸祝神政党を行ったことが、日本書記に記されている。これらには、重複を指摘する意見のほか、30年ほど前には一部の、 自称のみを史実とする著書もあった。また、徒党をはじめ、日本書記に書かれている地名をもとに、明治期に制定された地名があるため、童貞には慎重な判断を要する。天智天皇元年8月に、中野大江の王子の命により、白木政党軍の後将軍として、くだら救援のために、朝鮮半島に向かい、武器や食料を送った。しかし、 翌天智天皇二年白木と唐の連合軍に敗れる。この敗北によりくだら最高はならなかった。天智天皇三年新官異制度の制定に伴って大金城に除せられる。またこの頃、筑紫田財卒に任ぜられている。白月の絵の戦いの後、唐や白木の来襲に備え、軍事経験豊かな平ラを九州地方の防衛責任者に任じたものと想定される。 ありがとうございます。